クリエイターズ映像イントロクイズ。ゲームは簡単で、これまで放送された話数から各キャラが印象的なセリフをしゃべるシーンが抜粋した映像を見ていただいて、そのキャラがどんなセリフをしゃべったのかを答えるクイズです。それでは最初の問題はこちら。私から先、うん、じゃあちょっとキヨさん放送できるか微妙ですけど、何を書かれたんでしょうか。はい、いきますよ。どうぞ。ダン、松原のハーキ。アジャラカもくれんキューライス。よーし。実際にこのセリフを言っているのか、どうぞ。アジャラカもくれんキューライス。すごーい。発動しないっていうね。続いての問題いってみましょう。映像はこちら。怖いよ。あーもうあれだあれだ。じゃあ美香子さんどうぞ。いきます。はい。ゲッツ。違います。まだまだ問題ございますので、どんどん行きたいと思います。はい、それでは続いての問題はこちら。はい、出ました。はい、来ました。どうぞ。マジカルプリプリプリン。プリ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 。おしまいください。はい、おしまいください。控えよ。マジカルドルチェ、パティシエ、一回しか人気ない。お前今まで言わんかったよ。言ってみましたよ。マジカルスレイヤー、マミカ。腹立つ。会社だよ。だってずっとこの格好じゃん、もう。ということでこちらの問題は不正解です。どちらも残念でした。では次いきますか。次いきます。次の問題はこちら。嘘に乗ってくれてありがとう、おじさん。私の手妻はちょっぴり仕掛けが面倒なのでね。はい、わーい。ちょっと待って、ちょっと待って、これちょっとね、あ、これか、これだ、あ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 れだ、まあ書き終わっている日笠さんからじゃあ発表していただきますかね。なんか多分こんな感じの、どどん。嘘はくるりと裏返る。あ、そんな感じ。なるほど。じゃあ続けて美香子さんも。嘘の嘘。嘘の嘘。それはくるりと裏返る。こちら正解したのは美香子さんです。やった。あー嘘。ということで正解の VTR 見てみましょう。こちらです。嘘の嘘、それはくるりと裏返る。あいいですね、このチーム心がくすぐられる。これいい、裏返るのところ好き。ガブガブ、ガブガブですよ。続いてはちょっと難しいかもしれません。こちらの問題です。どうぞ。ありがとう。あー、美濃くじ。美濃くじ。はぁー。ひよさんは美濃くじ好きだということで、正解、松原のおじちゃんはなんて言ったでしょう。こちらです。ミノコジ、せめて右手と頭をやめてあげろ。そうだそうだ、ちゃんと書き手を気遣ってのね。そうなんです。僕
ということで、あ、もう最終問題ですか。次最終問題。ということで、現状のポイントはひかさんは1ポイント、はい、みかこさんが2ポイント、接戦です。じゃあ最後の問題が正解したら30ポイント。いや、なんでよ。いや、もういよいよエンディングを迎えてしまいますので、2ポイントにしますか。じゃあ、そしたらみかこさんも逆転のチャンスがあるということで、では最後の問題いきたいと思います、うん、こちらです。いいです。あらあら、じゃあね、そのゆいなちゃんじゃないけどさ、言うこと聞いてくれたらお姉さんがデートしてあげよっか。はい。え、正確な、え、セーフ、まあ、これはもしかしたらこれセレジアの方が有利かな。やっぱり、いや、でも有利すぎるでしょ、言われてんだから。いや、言われたけどニュアンスしか覚えてない。私出す、これ。うわ、嫌な予感する。月戦いなり。いや、そこであんの、これはこうなんの、それあんのドンじゃないよ。言葉でってよりはニュアンス、うん、このボディーランゲージで伝えますね。いかこしは見ちゃダメだよ。あ、じゃあみかこさんなしにして、じゃあこうしてます、言われました。続きしますね、これ無視して。分かった。なあ、あ、そういうこと。ゆいなちゃんよりおっぱい小さいからやだ。なるほど。ゆいなちゃんどんだけでかいんだよ。え、こういうことじゃないの。ゆいなちゃんどんだけでかいの。私はその小さい こういうジェスチャーをしたんですけど。なるほどね。スッてやってこうやったの。やってないですよ、こう。やってない。ゆいかこさん、お願いします。はい。僕、年下しか興味ないんだ。おー、気になる正解 VTR で見ていただきますかね、はい、正解 VTR はこちら。年下が好きなんだ、僕。あー、そっちだー。ねえ、ちょっと何聞いてる。あー、いや、でも僕があと、なー、でもでもほぼ合ってる。でも、OK かな。 OK。イントロクイズの結果はですね、ひかささんが1ポイント、みかこさんが4ポイントと、みかこさんの勝利。やったー。レクリエイターズブルーレイ DVD 発売。限定版にはヒロエレイ書き下ろしデジパック、牧野雄一表紙書き下ろし雑誌アニタイプ、沢野ひろゆき劇版リアレンジ CD が封入。好評発売中。目覚めた窓かま